まさかあの身のこなしはジレンやケフラと戦った時と同じ。こりゃもう一波乱ありそうじゃない。今回がおそらく、いえ間違いなく正真正銘最後のチャンス。限界突破による肉体への負荷は神の領域により深く踏み込むほど大きくなる。もはや誰からの助けもなく回復の手段も残されていないこの状況、次にあの瞳の輝きが消える瞬間、それは全ての決着の時。不完全な身勝手の極意が敗北を遅らせるだけの悪あがきよ。不完全と言ったな。つまり今の強さのその先が存在するということ、それを無視して勝敗を決めつける。それはこの状況から奴が極意を極め次元を超えるとでも言いたいのか。ありえん。それこそ寝言だ。そこの力の大会、そのわずかな時間の中、幾度となく限界をぶち破る俺たちサイヤ人の姿。ジレンの攻撃も勢いが増している。まずいね。悟空、急げ。何か手はないのか。お前たち黙って見ていろ。大変にスーパーなことですね。おいさん、悟空はとうとうたどり着いたのだな。はい。まったく、本当になんてやつだ。あの姿、あの輝き、あれこそが完全なる身勝手の悟空。行くぞ。そんなはずはない。俺は負けん。負けるはずがない。強さこそ正義、強さこそ絶対。はせんぞ。すさまじい木の嵐じゃ。ジレンの木がさらに膨れ上がっている。なぜだ。なぜ何度やられても立ち上がれるんだ。孫悟空！17号やベジータ、それに他のみんな、オラに託してくれたんだ。その思いにかけて、ここで一歩も引くわけにはいかねえ。黙れ！そんなものを俺の力の前では無意味だ！無意味じゃねえってこと、オラが見してやる！孫悟空のスピードが上がっている。ありえん。なぜそんなことが。そんなこともわからんのか。悟空は自分のためだけに戦っているんじゃない。俺たちの思いも背負っているからだ。ピッコロの言う通りじゃわい。悟空は互いを高め合える者たちがおる。それはお互いにとってかけがえのない大切なものと同時に、悟空を奮い立たせる存在なのじゃ。自分一人の力などと、あやつはこれっぽっちも思ってないやろうな。そんな悟空がいたから、俺たちは今ここにいるんです。戦いながら、周りの人間が不思議と引きつけられる。それが悟空という男なんだろうな。俺がオラたちの力だ、ジレン。何が仲間だ、何が信頼だ。それを認めたら、俺の今までを全て否定する方になる。
そんな力俺は信じない。そんなものは簡単に消え去るんだ。行けカカロット、ジレンに勝ってみせろ。孫悟空があの女言われな立つんだジレン、お前がお前の私を投げ飛ばしなさい。わかった。えりゃあ！ありゃあ！決めろ！悟空！フリーザ！いや！これが信頼。第七宇宙の力。フリーザ、おっと。ああ、ジレンさんだ。ジレン、戦いが終わったばっかしなの。戦うことでまた相手。すごいやつだったな。ああ、おジータ、当たり前だ。